皆さん、こんこにちは。本日はエンターテインメントおよび政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう10月31日小学校建設をめぐり国や大阪府などの補助金約1億7,000万円を騙し取ったとして詐欺などの罪に問われている学校法人 森友学園の前理事長。籠池康則被告と妻、誠子被告が、都内の外国人特派員協会で会見を開いた。二人は、30日に、大阪地裁で開かれた、論告休憩公判で、検察側からそれぞれ懲役7年を休憩す。安倍事務所の秘書から連絡があった。安倍首相夫人の名誉校長の名前を外してほしい。この時でしょう。 安倍首相夫人の冠を外すことができ、あとは何なりとも対応いたしましょう、という現地が奥に隠されておったと認識します。その後もいろんな波は来たんですけども。重要なポイントはそこでしょうね、籠池氏。関連記事、森友問題で全てを失った、籠池誠子犬と住める家を探し中、冒頭で、籠池氏は30日の後半に触れ、びっくりすることに、 私はともかく、家内までが休憩7年。本来冤罪で、無罪の家内がどうして、そんな判決を受けたのかといえば、安倍昭恵夫人と親しかったことが、大きな要因になっていると口火を切った。か池氏は、小学校解説を応援して100万円の寄付を、安倍晋三からですと、昭恵夫人から言われたと、これまでの主張を繰り返した。安倍首相については、国会で質問され、最初は、 対応していると言っていたが、途中から方針を変え、私たちを、トカゲの尻尾を切るかのごとく、捨てたわけであります。そして私たち夫婦。特に家内がいろんなことを喋ってしまうと、急遽検察が、多少不正なところがあった、補助金のところに入ってきて、300日も拘束したと、批判した。途中、籠池氏はさ、森友学園問題と並んで問題とされていた。 加計学園について言及し、私は首相に対する反逆をしたことで断罪されている。はいはい、そうですかと黙って入れ、念願である、小学校を設立することができたな、という分岐点は、どこだったのかと聞かれると、籠池氏は間髪入れずに答えた。平成29年3月24日。